実はそのダメ言えない実は今日商店街のハロウィンミニコンサートでピアノを弾くことになってるんだけど、それで今朝鏡を見たらちょっと気になってきちゃって、こんなつもりじゃなかったのに、前髪を切りすぎたの。そんなこと、こんな前髪じゃもう学校にも行けないわ。そういうことじゃないのよ。それは切れば大丈夫。ありがとう。さあ、これも。